はい、どうもカーパー園長です。さてと、じゃあこの動画でこのガーシーさんね、 NHK 党のこのガーシーさん、ガーシーさんのお話を見ていきましょうかね。ガーシーさんなんか、最初のんガーシーさん本人じゃないんですけど、この立花さんですよね、 NHK 党の党首立花さんが、ガーシーさん日本には帰ってこないよとこれはね、例えばですよね、例えばなんか NHK 党、やっぱりこの一番は NHK をこのぶっ壊してもらいたいわけですよね、うん、だってそう言ってたし今も言ってますよね。でその NHK をぶっ壊すっていう、そのなんていうのかな、活動、うん、党の方針とかって、その実際のこの党の活動にガーシーさんは入ってらっしゃるのかな。入ってなさそうですよね。NHK をぶっ壊すための何かをガーシーさんってなんかやってましたっけ。ガーシーさんってもともとほらこの暴露ね、この暴露系 YouTuber でなんか一世風靡してからの、政治家転身ね、うん、まあ立花さんとしてはその NHK をどうにかするのはなかなか時間がかかるとね、敵は巨大だから、あまりにも、うん、だからとにかくこのね、この支持を取り付けるには、こういうところでこういう NHK 党っていうのをこのやっているってことをこの知ってもらわなきゃまずね、うん、例えばなんかその活動資金を集めるにしてもさ、うん、よりこの支持者をこの多く広く多くの人に知ってもらわないと、だから知ってもらうためになんかこの目立つ人をどん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 抱き込んでってるね、なんか青白王子とかもそんな感じでしたっけ、うん、で、まあなんかその YouTuber と、うん、なんかこの動画でこの共演コラボしたりとかしてませんでしたっけ、立花さんって。だからそういうこの作戦を取ってますよね。でこのガーシーさんを起用したのも、まあ多分その話題性ね、 NHK っていう党があってね、党首が立花何がしてっていうのをまずこの知ってもらわないと、うん、始まんないっていう、まあ、多分そういう作戦だと思うんですけども、うん、でまあ作戦は作戦でいいんですけども、でもこのガーシーさんはガーシーさんでね、じゃあその暴露もなんか例えば政界とか財界のね、うん、闇をなんかこの切り込んでいくような暴露、なんか一回ちょっとそれやりかけて、でもよっぽどこの返しが、しんどかったのかな、それでなんかこの国外ね、日本を脱出した、僕は勝手にそう思ってるだけなんですけど、確かそのターニングポイントみたい なんか楽天のこの三木谷さんにちょっと噛みつきかけた時なかったでしたっけ。 あそっからなんかちょっと雲行き怪しくなってません、うん、まあそうじゃないかもしれないし、実はもっとなんかね、さらに向こう側のなんかこの巨大な触れちゃいけないサンクチャリになんかこう突っ込もうとしちゃったもんだからっていうのが、まああるのかもしれないですけどもね、うん、でもさ、やっぱりそういうのやってもらいたいじゃないですか、ね、だからこの議員になったんじゃなかったのかなって、まあ、今後どんな感じになっていくのか分かりませんけども、とりあえずこの立花党首が言うには、23日の記者会見かな、この NHK 党のこのガーシー参議院議員が海外に、ドバイに滞在して夏の参院選で初当選して以来国会に登院していないことについて、表向きは来年日本に戻って国会登院と言ってるけど、もう実質戻ってくることはないと考えてる立花さんもコントロール外ってこと、管轄外みたいな感じ、なんか一言になっちゃってるんですけど、で、電話で無理に帰ってこなくていいと伝えていることも明かしたと。あ、そうなんだ。で、参院は10日、ガーシー氏に登院しない理由を文書で説明するように要求。で、ガーシーさんは来年帰国して通常国会に出席することは考えているなどする、文書を公表していた。これに関し立花さんが党首として会見で建前の回答をしたに過ぎない、本当に帰ってくるとは思ってないっていうそれ言っちゃっていいのかななんかあれですよね、 NHK をぶっ壊すための活動をなんかしてくれるのかと思ったんですけど、やっぱそういうわけではなかったのかな、うん、ね、じゃあそうかと思えば何、今なんかこのガーシーさん絡みで、ね、この芸能界、ね、そこじゃねえんだけどなって僕なんか思って、まあ、もともとはね、そのアイドルとかさ、ね、この俳優さんなんかの、まあほとんどが下半身事情の話だったんでしょ、うん、
で今もなんかあれですよね、そう、例えばこの藤田ニコルさん、でも結局これ藤田ニコルさんの暴露には至らなかったっていう、そういう話らしいですよね、どうやらね。なんか番組に出るようオファーをした、でもなんか代わりに、こいつとかだったらいいんじゃねみたいな感じで買わされそうになって、いいのかお前俺にそんな口聞いて、んこれとこれとこれいいのかみたいな感じ でなんか藤田ニコルさんがなんか改めて、謝罪をした、許しを請う事態にって、なんかそういう感じで、ね、ニュースでは記事では書かれてますけど、なんか見られたくない、見られると困る写真や情報を暴露すると、なんかガーシーさんが予告したらしいんですよね、この藤田さんについて、うん、まあでもなんか結局ね、まあ藤田さんの方がまあ折れて、でだからまあそのガーシーさんも、その暴露は一応引っ込めて、まあ友達として許しますみたいな感じになんかそういう、結局この暴露もなかったっていうことですよね、うん、じゃあそもそも暴露話じゃないじゃん、暴露未遂じゃんね和解しちゃったらだって、ね、そういうことですよね、うん、どっちもなんかって感じなんですけど、でもなんか今一番熱いっておかしいですけど、この藤田ニコルさんがどうこうじゃなくて、なんか別の件でなんかありましたよね、ガーシーさん、女性用のこの風俗を使った使わないみたいな聞いたことありません、うん、誰の名前が上がってたっけ、なんかミキティのこの、うん、藤本さんでしたっけ、うん、とか、あと、あ、指原さんとかだったかな、あと大沢あかねさんとかだったかな、うん、誰、全員なんか上がった名前上がった人全員なんか否定してたらしいんですけども、これが今なんか一番のね、このガーシーさんネタ、暴露ネタになるのかな、うん、いやまあそういう芸能暴露ネタもいいっちゃいいんですけど、好きな人需要はあるだろうからね、いいんですけど、そのね、一暴露系 YouTuber ではないんだから、なんかこうね、政界の闇とかさ、財界のとかね、あいつとあいつがみたいな、そういう方行くか NHK ぶっ壊すの、まあ準備を進めてもらうかっていう、となんかそっちですよねねえ、だったらまだなんかどうしてもこのね、日本にはなかなかいられませんみたいな、そういう事情でならわかるんですけども、ね、藤田ニコルさんとね、わちゃわちゃやってもあんま意味ないですよね別に参議院議員じゃなくてもいいじゃんって思うんですけど、うん、NHK をぶっ壊すか、なんかね、この政界のこのね、もういわゆるこの政治屋ね、政治屋連中をさね、まあっていう方向に行ってくれればまあまだいいんだけど、なんか今のところそういう気配ないんですけど、どうなんですかね。なんかこの人もほらオンラインサロンやられてるじゃないですか、うん、なんかコメント見させてもらう限りだと、そういう感じにはまだ突っ込んでってなさそうなんですよね、うん、どうなんですかね。もう多分日本来ないっすよねということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。